こんにちは。PMAX 純正品超音波チップを30年作り続けております、錦部製作所の錦部光義と申します。今日はですね、質問の多い、互換性という、チップの互換性ですね、のお話をしたいと思います。はい。ではですね、まず、超音波スケーラー、大体今、日本にですね、海外製含めて8社か9社ぐらいの超音波スケーラーがありますけども、お互いにですね、互換性があるのかということなんですけども、まず互換性を調べるためにはですね、チップの、わかりますかね。チップの、外にネジがあるのか、中にネジがあるのかを見てください。ですね、当然、ネジが中にあるタイプですね。これ、こっち側が、ハンドピースが、このように、ピントがですね、このように、ネジが出てますね。で、こっちは引っ込んでますので、これはネジがつくということになりますね。で、反対に、超音波チップの超音波チップの外にあるものは当然これつきませんので、この2つ見比べていただいて、こっちを使ってたら、こっちのチップはつかないということになります。はい。で、次にですね、じゃあ同じように、例えばですね、わかりやすいように、こう、これネジだと思ってくださいね。これチップです。これネジの部分ですね。同じように、こう出てたとします。もうちょっとしっかり。同じように出てたチップとします。すいません。ちょっとこう直しますね。で、次に、何を見るかと言いますと、ここの幅を見ますね。幅。ここからここの幅ですね。これが 3.0 ミリのものなのか、これは一緒なのかどうかということですけども、例えばこうだとします。こっちはネジの太みが 3.0。こっちは 3.5 あったとします。当然、ハンドピースにつけるときに、3.0 のものを 3.5 につけようと思えば、ガバガバですので、つけられません。で、こっちは 3.5 のものを 3mm のネジにつけようと思えば、こっちも、はまりません。なので、この直径を見ていただいて、直径が違えば、それは互換性がないということになります。ではですね、ネジが一緒だったとします。ネジの太さが一緒だった。ネジの太さが一緒ならばつくのかと言いますと、次に見なければいけないのは、ネジのピッチというものがあります。ここ、ネジの、僕たちは山と呼びます。山。これ山です。で、こっちは谷ですけど、谷ですね。こっちは谷です。で、この山と山との距離ですね。山と山との距離を見ます。これが、例えば、こういうのピッチって言うんですけども、ピッチ 0.6。で、こっちが、ピッチ 0.5 だったとします。で、これピッチ 0.1 ミリしか違わないんですけども、これもつきません。なので、ピッチが違ったら互換性がないということになります。これはですね、PMAX と、中西さんの超音波スケーラーというのはですね、超音波チップというのはですね、この中のネジが、実は同じ 3mm で、ピッチ 0.6 なんですね。で、EMS さんの、チップは、ピッチ 0.5、3mm のピッチ 0.5 なんです。なので、こういう場合は、こっちが中西さんですとしますね。中西さんと、PMAX。こっちが EMS さんだとすると、この両者には、互換性がないということになります。はい。では、はい。同じくネジの直径もピッチも一緒だったとします。はい。例えばさっき言ったように、こっちが、ちょっと3つけておきますかね。PMAX でこっちは中西さんだとします。で、これは、チップはつきます。お互いに。つくんですけども、ここは互換性の難しいところで、ついたらですね、じゃあ同じ動きをするのかというとですね、実はそうではないんですね。やはり本体の、中身っていうんですかね、が違いますので、それに合った動きをするか、狙った動きをするかというのはまた別問題です。ですので、やはりその機械に合わせたチップを使うべきなんですね。PMAX には PMAX に合わせたチップ。バリオスにはバリオスに合わせたチップですね。うちなんかはですね、PMAX の純正品の他に中西さんとか他のチップも作ってますけども、ちゃんと中西さんの本体が手元にあって、それに合わせたようにやっぱり曲げ方とかですね、太みとか細みとかを変えて作っております。ですので、単にネジが同じであって装着できれば互換性があるものではないと思ってください。で、余談なんですけども、通販なんかで売ってる安いチップっていうのがあると思うんですけども、今度、摩耗の話もしますけど、摩耗が異常に早かったりとかですね、太いチップだったらいいかもしれませんけど、細いチップだと振幅が弱く出たりですね、綺麗に出ないでですね、飛ぶような動きをしたりするチップがあります。で、また、エッジがついてるチップもですね、今、安いとこ出てるんですけども、刃がしっかり立ってなかったりとかですね、そういうこともありますので、安いチップというのはお勧めしません。はい、今日はよくある質問の、互換性に関してのお話をさせていただきました。先ほど申し上げましたけども、今度ですね、また摩耗のお話とかもしていきたいと思います。このように、超音波スケーラーや超音波チップ、シャープニングに関してお話ししていきたいと思います。よろしければチャンネル登録やいいね、またコメントなどもお待ちしております。ちょっとここに出てると思いますけども、ベルをなんか押していただくとですね、漏れなく通知がいくそうですので、ベルの登録なんかもよろしければしていただければと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。